いらっしゃい。うまい料理を用意しておくぞ。火の四天王、一体どんな相手なんだろうな。トリオ様に盾つく男がいると聞いて来てみれば、やはりお前だったのか、クルツ。ファイニーさん、まさか知り合いなの？ファイニーさんは俺の兄でした。かつてはな。だが今の俺はさらなる研鑽を求め、闇流料理界の一員となった。ファイニーさん、あなたほどの人がなぜ。口で語ることはない。料理人は料理で語るのみだ。クルツ、あの人の得意料理は。火を司るだけあって、ファイニーさんは火加減の天才だ。特に焼き物に関して右に出る者はいない。勝負するのかしないのか。するとも、たとえ相手があなたであろうとも、勝って俺はトリオに会わねばならない。そう来なくてはな。ではあとは料理で語ろうではないか。俺の料理は負けない。必ず俺が勝つ。
いただきます。飯だ飯だ。いただきます。飯だ飯だ。まあまあか。いただきます。飯だ飯だ。こりゃちょっといただけないね。いただきます。飯だ飯だ。僕の好物を知ってたのか。いただきます。飯だ飯だ。まあまあか。いただきます。飯だ飯だ。お、うめえな。クルツ、腕を上げたな。俺もファイ兄さんに勝てる日が来るなんて思いもしなかった。兄さん、闇流料理会なんてやめよう。そして俺と一緒にまたお互いを高め合おう。それも悪くないな。そうはさせん。うん、ファイ兄さん。卑怯者、不意打ちだなんて。何とでも言うがいい。私の秘密を守るためには仕方のないことだ。トリオ貴様、妻や師匠のみならず兄さんまでも。甘い。そうして情に流されるからこそ貴様の料理は甘いのだ。だが腕は確かなようだな。次は私直々に相手をしてやろう。さらばだ。待てトリオ、待て。ファイ兄さん、